ディープから来ました、ネックスのタコリキトです。本当お芋畑みたいでみんなが芋に見えてしょうがなかったんですけど、成り上がり大丈夫ですか？参戦決定でボリューム2僕行くんで背負います、成り上がりを。本当にあの会見がおつやみたいになってたんで、まあここ一発盛り上げるかということで。僕もプロなんですけど、この自分に花があることは分かってるんで、まあ、この花をどう開花させようかなっていうところがあるんで、僕は成り上がりにかけてます。そんなツボを迎えます。ひろきチャンネル広島ブルドッグの野崎ひろとです。ひろきチャンネルからの資格、全然面白くない。野崎ひろ、僕の方が絶対花ある、絶対勝ちます。タコみたいな名前もタコだし、まあ、お土産ちょうど家にあったんで、これ持ってったろう。モテない、不良でも、ね、生きがれない、まあ、全然ダメです、ね、はい、その辺で負けてないんで、まあ、あとは試合で勝っただけです。1分で大丈夫、1分で絶対倒します。僕のストレートで成り上がりのリングでついに激突。相手会見では僕が打撃できないって言ってたんですけど、まあ僕全然打撃が好きで、組み技があんまりできないっていうところから、こう今は寝技を中心に今練習してるだけなんで、まあ相手が言ったように打撃でぶっ倒したのかなって。カゴか、それとも挑戦者野崎か、ついに決着。タゴリキト VS 野崎ひろと。第20試合、株式会社鏡建設プレゼンツ、アンダー57キログラム契約 MMA ルール5分2ラウンド、タゴリキト VS 野崎ひろと。こちらの試合は勝利者賞として賞金50万円が贈呈されます。青コーナー、野崎ひろと。キックの経験しかありません。しかし MMA ルールに挑む野崎ひろと。赤コーナー、タゴリキート。今日解説の竹浦雅樹さんのもとで、はい、柔術テクニックを磨いているというタゴリキトです。そうですね、身長差が13センチです。上回っているのは野崎の方。ただ野崎がですね、コーチをキックの経験しかないんですよ。いやでもね、まあ、セコンドについてるあれヒロキっていう K-1 ファイターなんですけど、はい、あいつごっつい気強くて、それを多分受け継いでるから多分相当の自信はあるんやと思う、はい、そうでしょうね、MMA は気持ちで解決しないぞ。それをリギトが見せるか見せないかですよね、気持ちで解決しないぞ。それ言うたらもう結末分かってまんねや。MMA 対キックだから。ラーン1、青木選手とコージ氏のこのやり取りも非常にいいですね。さあ始まりました。この戦いは MMA ルールでありまして、そして2ラウンドで争われることになります。怖いけど、野崎選手は蹴りたいっすよね、はい、打撃勝負しかないもんね、そして右の高い蹴り、左ストレート。そして放送席には元ディープウェルター級王者でもあります住村隆一郎選手にも来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今の挨拶が多分最初で最後で声最後の音声、多分本当そうです。そうです。タックに入った。まずは首ついていきました、タゴリキト。今ですね、首抱えちゃったんで、これ、クリーンテイクダウン、テイクダウン狙っていきます。サイドにつきました。でも、陽気応募なったあった中で一番気合入ってましたからね。そうですね、今ちょっと位置をずらして、そしてサイドポジションです。まだただ両脇取れてないんですよ、なんでこのまんま、はい、野崎選手相手を万歳、自分が万歳するようにして、はい、下に潜っていきたいんですけど、タコ選手も今抑え込んでマウント。そうですね、今マウントポジションになりましたね。でちょっと距離を作ってエルボーかパウンドして、はい、背中を向けていただいてバックチョークって流れではないでしょうか。なるほど、青木真也選手の解説通りになるでしょうか。まあ、さっきも話してて、ただもう5分2ラウンドやるつもりでやるってタゴ選手言ってたんで、はい、まあしっかりコントロール、あくまでコントロールだって自分でやっぱ言ってましたね。あくまでコントロールした上で、チャンスが来た時にサブミッションを狙うと、なるほど。そのチャンスはどこで訪れるんでしょうか。まだまだ試合の序盤ではありますが、もっと距離作ってマウントポジションです。ここでひっくり返そうとしましたが、野崎しかししっかりとマウントポジションキープしています。トップポジション維持しています、タゴ。まあ、タゴは MMA の怖さを見せるって言ってましたもんね。はい、そうですね。
塩漬けにする言ってましたもんね。4本ロープで、はい、ライジンだった、はい、まあ、ワンと違って下にもう1本ロープがないんで、やっぱ外出ちゃいますよね。なるほどなるほど。そのこうキック用のロープってことですか。そうですね、キック、はい、ボクシングを主とした。そうですね、出ちゃうんですよ。ライジンだと。さあ距離を取ってパウンドを放っていきます。そしてバックを取った。取なんとこれは青木真也選手の予想通りでしょうか。伸ばして、伸ばしてリアネイキッドチョークになるでしょうか。バックチョークを狙って、バックチョークを狙っていった。バックチョークに捉えていく。おっと逃れました。すごいすごい、逃れました。しかしかぶっていきます。ギロチン丸、今度は正面から。ギロチン得意です。ギロチン得意ですからね。はい、ギロチン得意です、入ったっすね。さあギロチンチョークに仕留めていくか。持ち上げていく。太陽を釣るようにしてギロチンチョーク。今脱げた。しかも今気失ってたんですね。ドームでしょ、ドームでしょ、レフリー。いやしかし左のパンチを放っていきます。でも立てたっすね。すごいすごい。野崎、はい、おっとぎー、綺麗に入った。さあにタックルに入っていきました。サイドモーション、あ、バンフル肩固めいけそうですね。なるほど、レッツゴー。かなり苦悶の表情を見せている野崎ではありますが、ここで結構疲れてるんじゃないですかね。タゴリキトとしてはマウントポジションまた取りました。タゴはマウントポジションを取って、ここからこれもフィニッシュしないと。そうですね、フィニッシュしたいですね。制圧していきます。しっかりフィニッシュいきたいです。残り時間は1分45秒になっています。ズボンを上げたってほしいですか。そうですね、ちょっとそれが気になるところでありますね。下になっている野崎です。さあここは野崎が今抱えている状態ではありますが、左のパンチを放っていきます。しっかり1本取りたいですね。やっぱり1本が求められますかね。距離作ってもう一回同じことやりたいんだけど、なるほど。まあ先ほどもこの上半身距離を作ってパウンドを放っていく姿がありました、タゴリキと。いやでもやっぱ外出てブレイクでスタンド大会ってちょっとひどくない？ちょっとかわいそうな人、まあ、ちょっとね、確かにあの今コーチ CEO は野崎のちょっとパンツをね気にしてます。さあパンツを非常に非常仕込んでいった。ジュジーとアームバイ捉える。でもアームボーイ捉えるか。これ取りそうです。さあ今腕をロックしていった野崎でありますが、アームバイ捉えた。止めました、タゴリヒト。結構伸びてましたね今ね。痛そう。以上腕しぎじゅうじをもちまして勝者一本勝ちを収めました。赤コーナータゴリヒト。勝って喜びを見せることはありません。その表情に見せることはありません、タゴリヒト。これで前回のディープ VS 成り上がりから連勝になりました。改めてご覧いただきます。肘を叩き込んでいきました。その後にアームバーに捉えます。まあ、三角締めでもよかったですね。両方いけましたよね。はい、ここで完全に今向こう側になっていますが、腕を捉えて一本勝ち収めました。まあ、正直2回決めてますから、ね。はい、ギロチンとギロチンと、あのちょっとギロチンの方がちょっとかわいそうでした。見事勝利しました。タゴ選手には株式会社鏡建設瀬田海人様よりトロフィーが、はい、あね、あの表情に出しません、ね、成り上がりガールリオさんより勝利者賞金50万円が贈呈されます。まあ、MMA の強さを見せましたね。はい、やっぱりそして、本当にね、青木選手の言う通り最初で最後になってしまうかもしれません。あのですからここで振りたいと思いますが、杉田選手、はいはい、いかがでした？いやいや、野崎選手、はい、あの入場曲が同じだったので、はいはい、応援してたんですけど。それではタゴ選手より一言お願いいたします。ありがとうございました。ちょっと勝ったんで成り上がりのやつに全員言いたいんですけど、毎回ここで勝ったら成り上がります、成り上がりますって、そんな簡単に成り上がれたら誰も苦労してないし、はい、僕は本気やってて、あのディープも背負って成り上がりも背負ってもっと上の舞台に挑戦したいと思ってます。だから前座っていうか、その本気でやってないやつらと一緒にされたくないんで、僕は何としてでも、はい、この舞台から上の舞台で絶対プレーできるようにこれからも頑張ります。で僕はあのいつも調子こいてますし名前聞こえてますけど、好きなことやって僕のやりたいようにやって、応援してくれるみんなに感謝しながら今日まで生きてきました。はい、僕成り上がり出た時からずっと言ってるんですけど、僕浩二さんにすごい憧れてて、カリスマ性とかスター性とか
いろんな面すごい勉強させてもらってるんですけど、まあずっと憧れててもダメなんで、僕は工事超える男になります。これからもよろしくお願いします。応援ありがとうございました。まあ元々ね、成り上がりにこう、はい、乗り込んできたというかね、選手会場度胸ありますよ、ありますけれども、度胸ありますよ、成り上がりの一員ですよね。はい、いや、はい、どうぞどうぞ。あ、今青木選手でもネジ巻いたのは竹浦です、絶対。まあ、行けって言ったのは竹浦ですよ、ね、まあ、ネジ巻きましたね。竹浦さんがカルペディウム三田で、はい、指導しているという名残人選手ですけれども、はい、改めて、師匠から見てどうでした。まあもう練習通りというか、うん、まあ、これをしっかり やってほしかったんで、ちゃんと練習通りできたねっていう、はい、まあ、やっぱ次に向けても取り組んでほしいです。はい、はい、そうですね。そしてカルペディウム三田で一緒に練習している、はい、コージ CEO、はい、いかがですか。あ、タゴですか、はい、タゴリ、あ、練習はね、そんな無事したことないんですけどね。あ、そうですか。まあ、何回かちょっと会ったことあるぐらいで、まあ、すごい花があるんですよね、なんかちょっと怒られるかもしれないですけど、はい、キット選手、キットさんをちょっとなんか 思い浮かべるようなルックス、そう、うん、ルックスじゃないですか、はい、だからキットさんのように活躍して格闘技界を変えていってほしいというか、盛り上げていってほしいなと思ってます。はい、ということで、タゴリキと一本勝ちを収めまして、やっぱりね、このプロではあるんですけれども、やっぱりここから成り上がりたいというね、アマチュアから成り上がろうとする者もいれば、プロの道でもう進んでいるんだけれども、プロの道にいるんだけれども、ここから成り上がりたいという人もいますからね。そうですね、成り上がりの形はもうほんま人それぞれですから、はい、そうですね、すごいこう良かったんじゃないかなと思いますし、野崎選手はね、はい、もっとちょっと練習頑張って、うん、復習してほしいですね。はい、はい、まあ、なんといってもキックの経験しかない中でよく、はい、この MMA の戦いに度胸はすごいですね。はい、さあ、試合はこの後も続々と続いていきます。続いては第21感じもね。な、地上の方に座ってくる。ダメだよ。一触即発。根性あるのはどっち？成り上がり今有利です。逆襲の小指に有利。まあ気持ちが弱いのかなっていうので、相手によって変わる感じの印象ですかね。相手が静かだったら綺麗に戦えるけど、相手が気持ち強くてガチャガチャ来たら。寝技で塩漬けにされた気持ちがすごい良かったんで、最近入ると打撃の塩漬けでもしようかなって感じですね。僕も一応ヤンキー主義出るんで。上司生成、レイジ。神戸から来ました、ひろきちゃんのレイジです。まあ、こういう落とすってまあなかなかない経験やけど、まあ、やってきたことは僕と似たようなもんですし、同じちゃうかなと思って。僕はタッチはし殴り合いしたいです。まあ、記者会見でもそうだったけど、まあ、代表のひろき君がいないと、まあ、目も泳いじゃうようなやつだから、でもリングで戦うのは一人だからな、バチバチに殴りしようよ。小指なくて、バンジ力入るか。力入るんやったら本気で殴ってこいよ。有利 VS レイジ。第13試合、株式会社堀田テクノサービスプレゼンツ、フェザー級キックボクシングルール3分1ラウンド、有利 VS レイジ。青コーナー、レイジ。現在は喧嘩自慢からプロ格闘家にレイジ。赤コーナー、有利。プロでの経験があります。なお、この試合は青コーナーレイジ選手の規定体重超過により、ルール上レイジ選手にはペナルティを課して試合を行います。アキ君、レイジ選手の上司成績ってどういう意味ですか？および青コーナーレイジ選手が勝利した場合、ノーコンテストとさせていただきます。そうですね、うん、作った言葉、どなたか分かります？日本語私苦手なので後で教えます。ありがとう、はい、俺は絶対分からんけどでもね、やっぱりね、はい、やっぱり
俺たちというかこの成り上がりの舞台はプロじゃないんで、プロよりやっぱりプロ意識を持ってもらわないと困るんですよね、はい、だからそういう意味ではこの軽量は理由はどうであれこれはダメなことですよね、うん、そうですね。ですから今日は勝っても勝ってもというか、まあ、相手を倒してもですね、うん、勝利にはならず無効試合ということになりますので、まあ、せっかくね花がかっこいいのもったいないですよね。そうですね、身長174センチのレイジに対して163センチの有利でありますので11センチの身長差があります。右の服を振ってきました。でもこれを受けた有利は男ですね、そうですね、左から右服を出していきました。大右からさらにワンツー放っていこうというレイジです。左から右ストレート、しかし右の服を返していきました。有利左のミドルキックを出していきます。足をキャッチして右の服、さらに右のジャブを出していきます。サウスポースタイルに構えています。有利です。まあ元々有利はシュートボクシングでね、試合の経験がありますからね。この間もね MMA にチャレンジしたりね、はい、すごい男らしいですよ。そうですね、まあ、どんなルールでも挑んでいく男です。上下の打ち分けも見せました有利。しかし細かいパンチからのさらにボディも放っていこうというレイジ。おい、ひろきチャンネルで活躍しているということでもありますが、そこからまた格闘家を目指し始めた男でもあります。さあコンビネーションから左から右、そして右を出していきます。ミドルキックから右、さあミドルキック、そしてアッパーも出していきます。非常にですね、春吉選手、はい、多彩といいますか有利の攻撃なんですけれども、はい、いろんな角度から打ってきますね。やっぱちっちゃいことなんかこう活かせてますよね。ちゃんと小回り効いてるんで、そうですね、左の、隙間打ってますね、右のフック出していきます。相手のガードの隙間を狙っていきます。左の右かずけを放っていきました。そしてコンビネーション右フックを出していきました。ラッシュから右フック、また細かく打っていきます。いやこれコーシーをかなり有利、強くなってます。強くなってますよ、技術が上がってますよね。も体もごっつい体になってきて、努力してますよね。はい、リードストレートを出していきました。レイジでありますが、しかしこの有利の手は止まりません。この3分間に数多くの手を出していこうというところです。そしてまたリードハイキックはスウェイしていますが、しかしリードストレートを伸ばしていきました。レイジ右のボディ一旦突き放して、そして左のミドルキックを出していきます。そしてこの手数が止まない青木選手、はい、非常に有利がですね、なんかこう楽しんでますよね。そうですね、あと距離がお互い近いですよね、はい、そうですね、もうちょっと遠くてもいいと思うんですけど、笑顔を見せてボディを放っていきました有利。さあそして右のローキックを放っていったレイジでありますが、レイジも少し歯を見せました、まあ、そして右のアッパー、普通に考えて、ね、倒さないと勝てないわけですから、ね、そうですね、右放っていきます。さあこのコンビネーションです。上下に打ち込んでいきます。有利一旦突き放していきました。左から右のボディ、しかしアッパーを返してきます。右のローキックを出していきました。ラスト30ですからね、残り30秒というところで数多くの手を出していくのは有利の方です。でもレイジも上手いですね、そうですね、喧嘩だって荒いんかなと思ったら、もともとは喧嘩自慢だったんですが、プロ格闘家に今なったというこのプロ格闘家への道を志しているレイジです。まあ、実際プロでもですね戦っている7戦経験している男でありますが、膝を出していきます。さあそして細かくコンビネーションブローを放っていきます。有利右フック、そして一方左右フックを出していきました。有利右フック、ここで試合が終了となりました。ただいまより判定に入ります。判定です。いやコーチ上どうでした。いやまあなんすかね、レイジもったいないなって俺結構ねなんか、すごい花を感じた選手なんで、はい、期待してたんで、もったいないなっていうのと、まあやっぱり有利はちょっとやっぱ強くなってますね。そうですね、テクニックがかなりついてきたんで、そうですね、まあ、もうそろそろしっかりしたルールで3分3本みたいなと思いますね、はい、まあこれまでシュートボクシングでプロとしてのキャリアを積んできた有利、まあ、途中ね格闘技から離れるということもありましたけれどもね、そんな中でこの成り上がりをきっかけに戻ってきたという男です。 MMA ルールにも挑んだこともあります。前回の成り上がりVS ディープの舞台でした。そして再びこの成り上がりボリューム2ではキックルールに挑んだ有利、相手は 1.7 キロオーバーのレイジでした。ただレイジも伸びしろのあるファイターです。23歳です。判定です。判定の結果をお知らせします。ジャッジ架け橋、赤有利。まずは赤有利です。ジャッジ吉田、赤有利。有利です。ジャッジ内川、赤有利。3対0のユナニマス決勝です。勝者赤コーナー
ユーリがレイジョ相手に判定勝ちを収めています。いやもったいない、もったいない。あめちゃくちゃ男前じゃないですか、レイジ。なんか雰囲気悪くないですか。23ですよ、バレンさん。本当にすごいね、イケメンだね。そう、雰囲気あるんですよ、マジでもったいない。まあこれからの選手ありますよね。そうなんで、応援してやってほしいですね。まあ、23ですから、こういうね、地獄を見て上がっていってほしいですよね。レイジ選手の方がキックボクシングキャリアが長かったよね。見事勝利しました、ユーリ選手には。なんか俺が見てて、3分1ラウンドの戦い方、ユーリやってたのは僕、ユーリ選手だったので、すごい練習してきたんじゃない。成り上がりがある。ユーリはもう第1回からね、勝利者賞10万円が。ユーリ選手はシュートボクシングで、プロで戦ってた選手なんで、もともとは。ただ途中からですね、挫折してしまったといいますか、はい、プロのリングから離れちゃって、でこの成り上がりのオーディション募集のですね話を聞いて、再びこの道に帰ってきたという選手ですね。それではユーリ選手より一言お願いいたします。ユーリ選手素晴らしい。小指にことユーリです。今日はこういう会場で試合をさせていただいた成り上がり関係者の皆様、ご自身を星野代表ありがとうございます。まず対戦相手のレイジ君、本当は KO して格闘技なめになって言いたかったんだけど、今回ちょっと判定になっちゃったんで、またしっかり体重を落として再戦できればなと思います。で今回自分こういう対戦を受けて、ディープの試合もそうなんですが、自分の挑戦する姿を見ていただいて、今スマートニュースでご覧の皆さんとか会場にお越しいただいたお客様の中に少しでも勇気とか、またこう頑張ろうというふうに思えるように、自分も一緒に一生懸命頑張るんで、一緒に頑張りましょう。今回応援ありがとうございました。選手退場。春吉選手、はい、ユーリがですねこれで成り上がりで8勝ということになりましたけれども、はい、改めていかがでしたでしょうか。いやそうですね、なんかめちゃめちゃストイックって聞くし、うん、でもそういう選手はもう選手としてめちゃめちゃ大好きなんで、はい、なんかもう例えばなんか勝てへんかった時が続いても、なんかまあずっと応援したいなと僕は思うんで、まあこういう選手が増えてきたら自然と成り上がりも素晴らしい、もっともっと大きな大会になっていくんじゃないかなと思います、はいはい、青木選手、はい、まあ、非常に今年齢がですね30歳ではあるんですけれども、はい、まあ、格闘家として再スタートを切ったこのユーリですけれども、はい、まあ、30ぐらい一番いい時ですからね。おそしてここからね、またまあ、見た目でも完全にこうテクニックが増してるのかなという感じがしますけれども ね、はいはい、もう細かいコンビネーション止まりませんでしたけれども、コージ仕様、はい、コージ仕様の目にはどう映りました。いやーユーリは すごい努力してますよ、負けから始まって、はい、MMA にもチャレンジしたりね、まあ、俺は素直にねかっこいいなと思いますし、はい、応援してます。対するねレイジはね、うん、僕すごい期待してる選手やったんで、はい、雰囲気あってね、顔も男前ですし、うん、試合もね面白い試合するんで、はい、だからしっかりね反省して、僕らのねこういう団体はアマチュアかプロかわからんようなね団体はよりプロよりプロらしくないとダメやと思うんで、うん、ここはしっかり反省してもらって、はい、しっかりプロ意識を持ってまた戻ってきてもらえたら嬉しいなと思います。そうですね、はい、はい、ということで、見事勝利を収めたユーリ選手、これまで成り上がりボリューム1、それからディープ VS 成り上がりで、負け続けてしまったんですが、ただそれでも腐ることなくですね、そうですね、今日の試合本当楽しそうに笑顔を見せてましたもんね。いやいや、ほんまに実力も上がってると思います、うん、ですからそういう意味ではまた次の成り上がりでどういった戦い見せるか我々も楽しみですね、もうなんかしっかりしたね、はい、そういうライジンとか K-1 とか大きい舞台に行きたいならばそういうルールで見たいなと思いますね、うん、そうですね。次あれですよ、成り上がり名物、青木さんが一番好きなやつじゃないですか、はい、成り上がりボックス、はい、成り上がりボックス、成り上がりボックスの俺たちの成り上がりボックス、はい、俺たちの成り上がりボックス、ここから成り上がりは始まりましたから、はい、いろいろ怒られたね、あれで怒られましたよ、炎上してでも今日もやりますよ、はい、手打ちやし、これはやんないと成り上がりじゃなくなっちゃう、そうなんですよだからなんで1試合しかないんやと、今日見に来てくださってる方々で誰か成り上がりボックスで戦いたい人いたらね、はい、じゃあこれ本当に出てくるからこういうこと言うと会場は出てきますか。まあ実際ね、格闘技のキャリアない人たちが戦う、ね、舞台でありますからね。
素直に聞いていい？はい。成り上がりボックスってパンチした時に腕が伸びるぐらいの距離はあるの？いや、うまいことそれ作ってあるんですよ。だから一番危険じゃない距離なんで、うん、伸びきらないんですよ。伸びきって危ないじゃないですか。そうです。だからこれ言ったら面白くないだから都合悪いこと言っちゃダメだね。まあ、とにかく安全だということは確かに安全な距離です。前向きチャンネルじゃないから、はい、安全やけど見た目は荒れてる。そうです。もう本当根性勝負でありますからね、実際に。すいません。この試合終わったら多分休憩入るんで、はい、告白タイムとかもしてもらえても嬉しいですね。成り上がりボックスの中にカップルが入ってなるほど告白するっていう。まあね、はい、前回ね、ディープ VS 成り上がりで北岡悟選手がプロポーズ成功というシーンもありましたね。成功しましたからね、青木さんが一番興奮してた。興奮してましたよ。この前さ、練習場で、先輩って挨拶したら、うちの奥さんがって言って、言われて、奥さんって言われちゃったんですよ。もう成功して結婚したんですね。そう、もう入籍しましたよ。奥さんって言われちゃって、事実は小説よりもきなりだなと思って強いなと思った。まあそんな素敵な、ね、エピソードもありましたけれどもね、はい。結局やっぱ勝負論って最後勝ったら周りごちゃ言うてこないんで、大きい口叩いてもやっぱりいけるじゃないですか。これですよね。うわー、ダオヤおっと、まずうなっていく。うわー、ディックで話しちょっとぐらついている。これはなんとなくて淀川のビッグドイッグ、まあ一緒の階級やって僕が当たるんかなみたいな感じで、ほんまにそんぐらい出てて、サッカーここで当たるかな。元 LKB ウェルター級王者ジャキーマサヤ、急にね、よそもんがこうやってパッと出て、皆さんあれやと思ってるんですけど、まあ、出るからにはもう成り上がったろうと思ってるんで、パンチは多分負けんすね。打ち合いなんて多分負けんすね。負けたことないですね。経験的には向こうの方が上やっていうのは分かってるんですけど、やっぱ成り上がりでやる意味を僕が取ることによって、パンチが近づくと思うし、3分1ラウンドのリングでついにぶつかり合う。ルールが1ラウンドじゃないですか。僕が得意とするとこなんで、もうバチバチできるし、けどやっぱ勝手にこだわり続けて、やっぱもう全力で倒しに行くつもりではいけるんで、まあでもこの試合通じて、まあ僕勝つっすけど、一緒に成り上がりましょう。バチバチになるか、おもんない試合になるか分かんないですけど、まあお互い、多分昔から知ってると思うんで、まあそれをいいストーリーにして、当日は一番盛り上がる試合しましょう。トヨキ VS ジャキーマサヤ。第15試合、株式会社コーウェイプレゼンツ、ウェルター級キックボクシングルール3分1ラウンド、トヨキ VS ジャキマサヤ。青コーナー、ジャキマサヤ。ベルター級キックルールで争われます、ジャキマサヤ。赤コーナー、トヨキ。大いなる挑戦を迎えることになりました、トヨキ。第15試合後半戦が始まりました。株式会社コーエープレゼンツ、ウェルター級キックボクシングです。人気ありますね、トヨキ。そうですね、まあ、成り上がりの中でもね、非常に多くのファンの人たちから認識されて、認知されて、今知名度も上がってますよね。プロ野球界喧嘩屋の西岡剛さんが来てくれはったっすね、はい、ラウンド1。また盛り上がってるね、成り上がりが。いやー、これこのカード、ライジンとか出てるんですよね、ジャッキーマサヤ、そうですね、はい、だから青の選手、青いですね、はいはい、だからトヨキ勝ったら大きいですよね。しかも NKB のチャンピオンですからね、タイトルを取っている、プロでタイトルを取っている選手です。そのジャッキーマサヤに対してトヨキ、どういったこの3分間を見せるでしょうか。お互いにローキックの打ち合いから始まっています。左のジャブ、まず丁寧に序盤を迎えているトヨキです。かなり落ち着いてますね、ジャッキー選手は。あれらしいですよ、原ちゃん曰くむちゃくちゃテクニックあるらしいです、はい、ローキックを打って、そして前蹴りも放っていきました、トヨキです。そして足のフェイントをかけながら右、今の何、フェイント、フェイントかけましたね、今ね。原口選手から見て、はい、ジャッキー選手のこう特徴というのはどういうところでしょう。僕ライズで一緒に出たことありますけど、はい、やっぱこう見えてめちゃめちゃテクニシャンなんですよ、だから平成打ち合いに付き合わないんで、ちょっとロブローアピールしましたが、
ただ3分しかないですからね。そうですね、これちょっと見すぎちゃいますよ2人とも。もうこの時点であと残り2分を切っています。ローキックに対して2分を振ってきました、これいいからね。ジャイキーマセア左のパンチ前の手を見せながら、そしてトリッキーな動きジャンプしながらローキック、左のジャブを放っていきます。ナイスフェイント、こういったフェイントがかなり混ぜられてますね、春木選手。はい、そうですね、ですから相手の反応を見ながら戦ってますね。そうですね、こういう技術あるもん同士が 3, ラウンドで3分1ラウンドでどう戦うかっていうのが面白いですね、もう半分が経過しました、1分25秒です。どうするんやろ。さあ豊木としてはこのルールで戦って慣れているのは自分の方です。普通にプロでよかったよな。でもそうですね、これだけ3分3ラウンドでもよかった気がするような駆け蹴りも見せました。緊迫感もあるし、もう2人とも行かなあかんな。そうですね、残り1分で2段蹴り、そして左から右、ちょっと面白くないな。ラスト1分、さあフェイントからおっと右服かわしています。残り時間1分切っています。さあジャッキー・マサイが仕掛けるか、それとも豊木が仕掛けるか、挑む形になっているのは豊木の方です。右のローキックを打っていきました。一発狙った方がいいな、ローキックから豊木もフェイントを混ぜる、そしてバックキック、ジャッキー・マサイさらに近づいてきた、左の足を上げる、そしてプレッシャーをかけていこうとしている。しかし左のハイキックをかわしています。バックステップです。豊木もフェイントを混ぜていますが、右犬拳を振っていきました。ジャッキー・マサヤ残り時間30秒切りました。さあこの30秒切った中で笑顔を見せる豊木、蹴りを放ちます。ハイキック、そして右のストレート、前蹴りを放っていく、右を振っていく、パスだ、カウンター、グランディガンジャッキー・マサヤ、なんと豊木が大物をプロを食ってしまうのか。2段目振り切り、さあ突っ込んできたジャッキーのせいではありますが、豊木が飲み込むか。ナイス、3分間が終わりました。ぐらつかせました、豊木。うわ、あれ狙ってたな多分、最後行くって決めたやろな。じゃあこれ3分1ラウンド延長もあるってことですか。へー、あ、延長があるんだ。延長もあるんや。はい、分からんよね、あの最後のダメージどう取るかって、ね、あのグラッチ出しありましたよね。だから今日のジャッジなんか印象良かった方が勝つイメージもあるから、ここですね、この左ですね、お互い聞いてる、でも延長見たいですね、はい、延長でいいな。まあ元々延長は設定されてなかったんですけれども、どうでしょうか。さあそれでは判定です。これ豊木勝った、これすごいこと。これはあの豊木勝った大物食いみたいな感じですよね。元々プロのチャンピオンですからね。そうですよね、はい、ただいまの試合、工事 CEO の都合により、ちょっと今混乱しますよ。いやでもこれ難しいな、はい、ちょっといいですか、会場に落としてもらっても。今あの声会場に聞こえるようにできますかね。今会場に声が聞こえるように、聞こえますか。いや、あのすごいいい試合やったんで、このラウンドが終了する前にね、いい勝負やからこれ延長はあるんですかっていうのを聞いただけで、ちゃんとジャッジが出てるならそれはちゃんとしてください。八百長みたいになるんで、はい、そうです、はい、それはちゃんとしてください。もともと延長ありませんから、はい、そこはしっかりルール通りいきましょう。それでは判定に参ります。ジャッジ馬崎、赤豊木、なんと1人豊木、まあそうなるわな。ジャッジ甘い、赤豊木、なんと大物を食いました。すごい豊木、以上プロでチャンピオンを持ちまして破りました豊木、勝者赤コーナー豊木。すげえな、作戦も良かったな。
いや見事でしたね。やっぱテクニシャンっていうのは豊福さんも知ってたんですよ、だから多分後半行くっていうのを決めたと思います。なるほど。いやこのバンクルアスですけれども、ジャイアントキリングですけれども、西岡さん、はい、いかがでしたでしょうか。野球でもねバンクルアスって、たまにあるんですけど、格闘技ってあんま僕は勝利しました。豊福選手には、株式会社東映代表取締役、そうですね、沢田光弘様よりトロフィーが、また西岡さんがちょうど放送成り上がりガール斉藤康代さんより、さっきを持ってますね、勝利者賞金10万円が想定されます。どういう風に動いていくんだろうと思ってて、はい、あれプロとしてどうなんですか、コウジ君、ライジンのプロの、方の戦い方。じゃあいきますよ。いややっぱり豊樹は、まあ、3分3ラウンドやってみないと分からないですけど、うんうん、このルールやから勝ったっていうところありますよね。なるほど、このルールをちゃんと熟知してたなっていうのがあるんで、この戦い方ね、はい、俺は3分3ラウンドで再戦してほしいです、ね、それでは、はい、豊樹選手より一言お願いいたします。実際そういう元 NKB のチャンピオン相手に勝ったんですけど、ですから再戦もあるかもしれません。さあそれでは西アドガードビッグマウスです。いやーとりあえずみんなの声最高に聞こえてました。で、聞こえてたよ。で、今回ちょっとジャギ・マサヤ選手、すごい強い選手って分かってて、小石さんが昨日会見で言ってたんですけど、ライジン行きますかねって。けど僕正直自分で思ってるんですけど、まだまだなんで、もっともっとここの成り上がりで、今平山選手が多分ダントツ強いと思うんですよね。それも十分分かってますし、けどそこに一歩一歩上がっていく、僕がこうやってライジンとかライズで活躍してる選手に勝てたって、これほんまに成り上がりやと思わんすか、みんな。たかが3分1かもしらんけど、自分らはこの3分1ラウンドに全てかけてますし、そのために何ヶ月も前から練習してます。だから3分1やから、喧嘩自慢やとかごちゃごちゃ抜かしてる周りのやつら、ここのリング上がってから来い。俺がいつでも相手したるし、口で分からんかったら力にねじ伏せたるから、いつでも成り上がりに来い。絶対そんな甘ないし、ごちゃごちゃ言えるんなんか誰でも言える。俺今回それ言いたくてめちゃめちゃ勝ちたかったんですよ。けどほんまに小石さん、こんな素晴らしい相手を当ててくれてありがとうございます。自分はまだまだひよこちゃんなんですけど、まだ格闘技したいんで、もっともっとチヤホヤされたいんで、小石さんすみません、力貸してください、お願いします。あとは最高の応援団ありがとうございます。みんな祝紹介しましょう。ありがとうございました。先週会場元チャンピオンを破った豊樹でありますが、はい、どうしよう。いやー良かったですね。もう成り上がりのルールをちゃんと熟知して最後に持っていったって感じ で、ね、まあさすがテクニシャンやなって思いましたけど、はい、やっぱジャッキ選手もね、成り上がりのリングにこういろんなリスクを背負って上がってきてくれたんで、ここは俺は豊樹対、ジャッキー選手の、次は3分3ラウンドで、はい、見たいなと思いますけどね。まあ、成り上がりのこのリング、まあ、1分間失礼、1ラウンド3分だけではなくて、そういった形で3分3ラウンドっていうルールに設定してやっても面白いと。そうですね、ライジンの大阪大会とかでね、ジャッキ選手と豊樹が再戦とかも面白いんじゃないかなと思いますけどね。はい、さて改めて西岡剛さん、いかがでしたでしょうか。いやこれ最後このマッチメイクしたのがまずすごいなと思ってて、まあ、コーチがどういう風に選んだのか、はい、こういうやっぱ確率的にこう勝てるような要素はあったんですか、豊樹が。まあ、ちょっと厳しいかなとは思ってたんですけど、豊樹も着実に強くなってたんで、ここでちょっとビッグネームまではいかないですけど、まあ、格上とやらすことがいいんじゃないかなと思って、はい、でジャキ選手も自分見たことあって、はい、面白い試合する選手やったんで、なるほど、まあ、上がってもらって楽しい試合してくれたら嬉しいなと思って選ばせてもらいました。まあ、勝ってもね、豊樹君もなんか花があるようなねコメントの仕方もしてるし、はい、なんか面白いですね、将来が。そうですよね、良、はい、かったです。はい、ということで、豊樹はですね、成り上がりボリューム1、さらにはディープ VS 成り上がりに続いて、この成り上がりボリューム2でも大物を食って、ここまで、成り上がりシリーズは3連勝と3戦全勝としています。次は一体どういった戦いに臨むことになるんでしょうか。地下格闘技、多分50戦ぐらい。地下格闘技50戦のベテランか。ちょっと…マジ強いっす。
16歳のムエタイチャンピオンか、2人の男が世代を超えて今ぶつかる。モサレチーム亮太です、対戦相手は、まあ、若い16歳っていうのと、まあ、高校生金髪のイケメン風の、まあ、勢いのある選手だと思います。もうちょっと元気来てくれるんかなって思っとったんですけど、そんな元気じゃ俺には勝てん。僕の知名度を上げるにはちょうどいい相手かなと思います。TSK ジャパン所属、高校1年生16歳志賀正人です。まあ、強そうな顔してないなって感じですね。まあ、やっぱりまだアマチュアなんで、自分はまだ本当に一番下の下なんで、本当にここから成り上がっていかなきゃいけないんで、ラスト30秒ノーガードで殴り合い、それは約束したんで、30秒殴り合う前に自分が倒しちゃうんで、そうですね、関係ないかなって感じです。まあ、せっかくいろんな人が見る舞台なんで、簡単にやられんとってほしいなっていうのがあります。亮太選手、全力でぶつけに行くんでよろしくお願いします。亮太VS 滋賀の正人。第11試合株式会社コーセープレゼンツライト級キックボクシングルール3分1ラウンド、亮太 VS 滋賀の正人。青コーナー滋賀の正人。まずは16歳の挑戦が始まります。滋賀の正人。赤コーナー亮太。春口健選手からも推薦をもらったという男です、亮太。第11試合は株式会社コーセープレゼンツライト級キックボクシングルールの戦い、1ラウンド3分です。身長178センチの滋賀野に対して亮太は175センチ、3センチ上回っているのは滋賀野の方です。青コーナーです。ヤコージ CEO、はい、アクセルのチャンピオンにですね16歳が挑むというね。いやすごいことですよね、はい、まあでもこの子強いですよ、はい、自分何回か見たことあるんですけどね、はい、つい、から分かんないですよ、でも、亮太選手もラウンドハラちゃん、ワン、すごい褒めてましたもんね、同じ時代に同じチャンピオンやったんで、まあ、期待はしてます。春口選手もアクセルのタイトル持ってましたもんね、はい、同じ時に取りました、はい、特に亮太選手のいいところってどういうところですか。やっぱ目の良さがめちゃめちゃ良くて、はい、まあ、そのガツガツいくタイプじゃないんですけど、一発で終わらせるようなファイターやったんで、はい、それも今残ってるのかなと楽しみですね。今軸足を蹴っていきました。滋賀野になります。左のフックを出していきます。前蹴りを出していきました。今コーナーを背にしていますが、滋賀野、そして飛び膝蹴り放っていきます。ただ前に出てくるのは亮太の方です。亮太は顔を左右に振りながらローキックを放っていきます。さあ前に出る、プレスをかけていこうとしています。バックブローは握っています。そして前蹴りから左のフックを出していきました。飛び込み様亮太。さてまず竹浦さん、はい、ここまでの展開ですけれどもね、どうご覧になってらっしゃいますか。なんか2人ともすごい上手だと思うんで、うん、その3分1ラウンドだけでやる感じでもないような、動きとか、今までは3分で決着つけるって感じだったんですけど、はい、なんか割と長期戦ぐらいの感じの立ち回り方してるなって。そうですね、確かに、はい、右のストレートを出していきます。前蹴りを出していきました。膝伸ばしていきます。滋賀野、その視野に対して左ク、頭を沈めながら左蹴りを放っていきました。亮太、さあ亮太はコンビネーション右放っていきます。滋賀のは下がりたくないですよね、そうですね、ローキックから左蹴り沈めた。ボディに効いている。立ち上がった滋賀の、さあ16歳の挑戦、6 7 8、アクセルの王者に対して正面から向かっていきます。前蹴り、まずダウンを取ったのはさすがアクセルの王者でもあります、この赤いグローブ亮太。残り時間1分になりました。ガードも硬いな。そうですね、右ダウン、すげえ、ダ
2つ目のダウンを取りました。これがプロで戦ってきた男の力、その身に叩き込んでいきます。立ち上がった滋賀の正人ではありますが、仕留めるか、両太郎、ゆっくりゆっくりまとめていく、膝蹴りだ、さらに前出る右、そして左フック、左右のフックを振り回していった、ノックアウト、強い、すごい、貫禄勝ちです。 TKO により勝者、ヤコージ CO、はい、赤コーナー、さすがですね、やっぱりね、やっぱり年齢重ねてもさすがですね、経験の差が出ましたね、出ましたね。改めてご覧いただきましょう、この右のフック、崩していきました、まあ、あのボディにも来ましたしね、左切りからね、そうですね、腹が効いたですね、って考えたらやっぱり天心とかやばかったですね、大人バンバン倒しましたもんね。そうですね、38歳の両手が16歳、見事勝利しました両太選手には、成り上がりガール聖様よりトロフィーが、成り上がりガール両様より勝利者賞金10万円が贈呈されます。ありますけれども、まあ、16歳にとってはね、非常にあの滋賀のにとっては貴重な経験になったと思いますが、いかがですか。なんかやっぱ38歳で、生きてるのがすごいですよね、確かに全然イケイケですもんね、で自分自身があのジムの会長でもあります、大岡のジムの会長でもありますもんね、ちょっと心配になっちゃいますね。それでは亮太選手より一言お願いいたします。それでは亮太です。モサレン愛媛支部亮太です。今回成り上がり久しぶり4年ぐらい試合したんですけど、ちょっと苦戦したんですけど、あの勝ててよかったです。あの K1 のプロデューサーさん来たんですかね、今日来てないですか。あの次、うちのチームの安藤雄介が試合出るんで、ヘビー級でちょっと確認してってください。で、あとちょっともう一個だけ、すみません長いこと、あの滋賀の選手若いし、あの次あるし、その経験とか言うつもりないですけど、あの僕いっぱい恥かいとんで、今ここ勝てるようになってきて、まだ経験じゃなし、恥さらした数が僕の方が多かったっていうだけです。まだ現役続けるんで、まだ挑戦待ってます。ありがとうございました。勝利を収めた選手退場、第7代アクセル日本ライト級王者でもあります。改めて、春口選手からの、ね、推薦ということだったんですけれども、はい、この今の38歳亮太選手の試合見てどうでしたか。そうですね、やっぱ僕が見てたところは3分3ラウンドで見てて、はい、こうなんかこうこんなイケイケじゃなくて、もっと見て、はい、カウンターでバーンと終わらすような選手だったんですけど、まあ、今見たら、はい、ちゃんとこう成り上がり用に作ってきたなと思って、うん、やっぱもう一回そういう気持ちがしっかり見えたんで、僕はやっぱ嬉しいですね、はいはい、そして敗れてしまった滋賀の正人選手ですけれども、春口選手の目にはどう映りましたか。いや強かったと思います。やっぱりでもなんていうんですか、経験の圧力というか、はい、まあ、これはもう仕方ないことですよね、やっぱもう気持ちいいとかどうこうじゃなくて、やっぱり亮太選手がただただ強かったっていうだけだと思います、はい。その2人の一戦だったんですが、まさに貫禄勝ちというところです。アクセルの日本王者でもありましたこの亮太が、見事勝利を収めています。まあ、さすがのこれぞプロというね、コーチを、はい、戦いをね、これ貴重な経験に本当になりましたよね、滋賀の選手。いや、そうですね、貫禄の差が出たなと思いますし、滋賀の選手にはね、まだまだクソガキなんで、はい、ここから這い上がって、またね、亮太選手にリベンジしてほしいし、はい、格闘技を盛り上げる存在になってほしいですよね、はいはい。ここからまた敗北から、ね、成り上がる道もありますしね。いや、もちろん、敗北から、全ては始まりますからね、はい、はい。プロの戦略、和歌山から来ました豆塚です。リーサルウェポン豆塚まさたか、
まあパンチの打ち合いが好きなんだろうなって思ったんで、まあ、全然相手の土俵に付き合って打ち合いやっても面白いかなと思うん でそこでまあ全然倒す自信あるんで、ボックスからリングへ這い上がってきた男、まあ、ここをしっかり倒して、まあ、次にここで負けるわけにはいかない。大分県から来ました、ゆうやと申します。ゆうやのホームストライカー、倒すか倒されるかの試合ができればなと思ってますんで、皆さん応援よろしくお願いします。まあ、打っちゃったリスクはあるんですけど、そのまあ、そのぐらいの、まあ、倒すか倒されるかの試合たい。ゆうや選手、9月3日は僕の熱い気持ちぶつけるんで、バチバチの殴り合いしましょう。プロの厳しさを教えちゃおうと思ってるんで、バチバチ打ち合いましょう。豆塚正隆 VS ゆうや。有限会社スター急便プレゼンツ、フェザー級キックボクシングルール3分1ラウンド、豆塚正隆 VS ゆうや。青コーナー、ゆうや。まずは大分の剛腕ストライカーです、ゆうや。赤コーナー、豆塚正隆。今まさに成り上がりの最中、リーサルウェポン豆塚正隆。豆塚にとってみれば初めてのこの成り上がりキックボクシングのリングになります。前回はリングの手前に設置されました成り上がりボックスでボックスファイトに挑んで、そして勝利を収めたこちら豆塚、画面左です、赤コーナー、青コーナーがゆうや。プロでのキャリアもあるという男です。さあ始まりました、キックボクシング歴1年半の豆塚と、そして8年というゆうやの対戦です。そこら辺のキャリアの違いがありますが、放送席には福川バレンタインさんにも来ていただいています。おっと、右のローキックを出していきました。僕はこういう、この3分 1ラウンドというルールは、むしろ俺ボクシングとかキックボクシングの経歴が少ない方がうまく戦えるんじゃないかなって僕思ってます。なるほど、はい、その心と言いますか、どういう理由で。なんでかというと、なんかね、アメリカで研究があったんですよ、はいはいはい、長距離の選手、すごく良い長距離の選手を、すごく良い短距離の選手にすることは難しかったけど、いい短距離の選手を、うまい長距離の選手にすることはできたんですよ、ほう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 。だから短いラウンド、普段長いラウンド慣れてる人が、いきなり行けっていうのって実はもっと難しいと俺は思ってます。そういうことですか、うん、なるほどなるほど。ですから、まあ、長いラウンド経験してないからこそ、まあ、有利に働くということですね。すね、カウント始まった瞬間に多分赤コーナーからまず手出したじゃないですか、はい、うん、多分あれはラウンドが短いってことになりじゃないとなかなかやらないと思う。そういうことなんですね。右です、左のフックを伸ばしていきますが、そして前に出るユーヤ、自責を出していきます。左のフックです、しかし左フック返し、後ろに下がりながら返していきました。豆塚右のストレートを伸ばすユーヤでありますが、しかし一旦距離を取って前蹴りを出していきました。豆塚ワンツー、左のフックも出していきます。そしてバックキックを放っていったユーヤではありますが、右のハイキックガードの上、そして右を振っていきます。一旦突き放して左のジャブを出していくユーヤ、しかし右のストレートから左フック。さて春木選手、はい、いかがですかこの両者の戦いは。そうですね、まあ、でもユーヤ選手8年やってるけどプロ選手3戦しかないんで、はい、まあ、ほぼ同じぐらいの勝手だと思うんで、ほんまどんなのか分かんないですね。そうですね、抱え込む形になりましたが、一旦レフリーが割って入りました。左を出していきます、左のミドルキック、右フックを出していきました、ユーヤ。その剛腕と言われているラスト1分を切るでしょうか、ユーヤ。しかし前蹴りです、ミドフックは届きませんでした、豆塚。その豆塚に対して前蹴りから身を振っていきます、右のフック、さらにガスケッチ、疲れてきたですね、右だ、あ、聞いた、ちょっとここはガスケッチ状態になってきたか、豆塚飛ばしすぎた、青木選手完全に豆塚疲れてきましたね。疲れましたね、もう疲れてるな。そうですね、ちょっとマウスピースが口から半分飛び出してしまっている状況ではありますが、残り時間は30秒あります。ここはこらえなければなりません。ジャック左返していきます。おー、聞いた、おー、聞いた、おっと左、お互い聞いてるでも、お互いにダメージを与えている左ック、豆塚リストレート、ワンツを放っていった、
しかし膝蹴りから前に出るユウヤ、リック、オムネ、サイドパンチ、連打を見せる、いいね、豆使い地を見せる、左のジャブ、残り時間は10秒を切りました。さあそして前に出るユウヤ、リック、放っていきました豆使い。お互いですね、疲れてますね。それぞれが体力を削り合った戦いになってきました後半戦。試合終了です。3分間が終わりました。それでは判定です。ただいまより判定に入ります。バレンタインさんいかがですか。はい、この2人の戦い、ちょっとね、まあ、最後疲れが見えましたけれどね。でも、うん、まあ、僕はそれでも僕は豆塚選手だったんじゃないかなと思ってます。まあ、特にあの前半の、ね、攻めなんかよく光るところがありましたよね、はい。この左フックです。ただ明らかに、まあ、これ竹浦さん、はい、もう見てわかるようにですね、疲れがありましたね。やっぱ3分1ラウンドでも出し切れるもんなんですね、はい、疲れるんですね、これだけね、判定です。判定の結果をお知らせします。ジャッジ内川、赤豆塚、赤豆塚です。ジャッジ吉田、青優也、割れました。優也にも上がっています。ジャッジ架橋、赤豆塚、2対1スプリットテッション。以上、この成り上がり初めてのキックボクシングルール、見事勝利を収めた豆塚正隆。いや、青木選手、はい、前回は成り上がりボックスでボクサイドしていた豆塚なんですけれどもね、はい、そうですね、キックボクシングに上がって見事勝利ですよ。どっちがやりやすいか聞いてみたいですね。そうですね、成り上がりボックスはどうなんでしょうかね、はい。まあ、キックボクシング歴1年半の男が8年という男を破った形になるんですが、春木選手、はい、いかがでしたでしょうか。いや、でもやっぱり、うん、若さがあったかなと思いますね、はい、やっぱ疲れてはいたけど、やっぱ動けるときはしっかり動いてるし、はい、やっぱシーンごとにやっぱ印象に残ったのは豆塚選手かなと思うんで、見事勝利しました。豆塚選手には、はい、まあ、これは有限会社スターキュービン豆塚としても前回成り上がりボックスで戦って、はい、今回キックボクシングルールに初めて挑んで勝って、はい、成り上がりがついてますよね。イオさんよりついてますけど、多分勝利者賞金10万円が贈呈されますし、なるほど、アドレナリンがやっぱね30秒と出て終わると思うんですけど、ここではアドラに切れたりもするし、はい、やっぱこうプロの厳しさを知ったと思うから、うん、やっぱ強くなれそうですよね、はい。まあ、この3分間1ラウンドを戦って、まあ、今後ね、あのそのラウンド数を伸ばしていく作業に入っていくわけですもんね。勝利を収めた豆塚正隆です。それでは豆塚選手より一言お願いいたします。豆塚です。まだもう言うこと考えてきてないんですけど、まあ、僕まだ2戦目で相手は元プロってことで、まあ、僕でやるとメリットっていうのは絶対ないと思うんですけど、まあ、受けてくれて変な煽りもなしで、優也選手には本当感謝しかないです。で、まあ、僕はまだまだ上目指してるんで、こんなもんじゃないんで、これからも頑張っていきたいと思います。皆さん応援ありがとうございます。選手退場。まあ、こうなりますと春井選手またね、はい、次の機会も与えられるんじゃないですか。そうですね、やっぱ期待はできる選手だと思うんで、うん、僕もまだ見たいなと思うんで、はい、みんな同じ気持ちだと思いますね。竹浦さん、はい、いかがでしたでしょうか。うん、この試合すごい豆塚選手がね、最初からどんどん攻めて、途中疲れちゃったんですけど、はい、やっぱ最初の印象がすごい良くて、勝ったんじゃないかなと思います。はい、そして、青木選手、はい、マイクも含めて、はい、いかがですか。いや、まだこれ前座なんで、ゆっくり行きましょう。ゆっくり行こう、はい。まあ、でもね、本当に、こう我々も前回ボックスファイトした選手が今度キックボクシングルールで挑んで戦って勝っていく姿を見るのも、はい、本当なんかこう感慨深いものがあるというか。そうですね、成長が見られるっていう、まさに過程を、あと今日多分なんでバテたか分かりました。お、なんでしょう。暑いんだよ。あ、会場が。会場が。しかも湿気も高いですもんね。そうだから、甲子園と同じですよ。ああ、なるほど、なるほど。暑いからバテるっていうね。はい。いや、こ
ここら辺ね、会場のね、環境っていうのも、ね、はい、整備しなければならないかもしれませんね。